はい、どうも。チンチン、握りぎり、三大夫です。はい、どうも。それを嘘でして、ハリウッドザコショウです。はい、今日は、久しぶりの、カラーバートークをちょっとやりたいと思います。今日早かったんですよ、時間、仕事が。早くてね、もう6時半ぐらいに起きて、ずっとまだ今に至るよ、ずっと起きてて。で、3時間ぐらいしか寝てないから、眠て、でもやらないといけないっていうね。いつまでやるんだって話だよね。まあ、やるけどさ、やるけど、いつまでやるんだっつって、思うじゃない。ほいで、バカが書くだよね、コメントで。つまんねえから、別に毎日やる意味ねえじゃねえかとかってね。なあ、ただなのにな。ただなのに別に、そんな文句言うんじゃねえよって話ですよ。うん。なんら迷惑はかけてない。迷惑っていうかね。まあ、で、見なきゃいいじゃないですか。じゃあ。つまんねえ、やるなって言うんやったら。やるなって言うんやったら見なきゃいいんですよ。でもその見ていちいち言うっていうのね。超性格悪いっていう奴らですよ。うん。まあまあまあね。もうちょっとで3000回なんでね。頑張っていきたいと思います。はい。そう、動画地獄っていうイベントもありますんで。何日だっけ？ 5 月の 20？ 20？ いつだっけ？5 月の26。ね。5月26日の金曜日に、動画地獄っていうね、南海北斎今の3000回、動画3000回記念っていうのがありますんで、それにロフトプラスワンでやるんでね、ぜひ見に来ていただければと思いますね。ゲストが日本エレキテル連盟ほか、あとバイキング西村とかも出ます。あと、まさのり。錦鯉まさのりと、ヤダンホンマキット。で、あとね、もう一人ぐらい当たってるんですけどね、まあちょっとスケジュールが確保できないということで、まだちょっと発表できないんですけどね。はい、動画地獄やりますんで、ちょっとぜひ見に来てください。ね、ロフトプラスは。特典もついてますんでね。特典。DVD ついてます。はい。お得じゃないでしょうかね。はい。で、あとですね、もう、あと、最近といえばもう暑いよね。暑いよ、今日なんて、爆暑かったで。うん。なあ、こんなお前、クソ暑きゃな。こんなもんお前。やべえだよ、もうちょっとあったらもう、今5月だよ。5月でこんだけ暑いっていうね。うん。で、なんだろう。もうそろそろあれだね、天下のも冬用今被ってるから、ねえ、ちょっとのことでもすぐ蒸れるね。蒸れちゃう。だからもう、ねえ、夏用のやつにやりゃいいんですけど。でも、ねえ、まだ早いかなっていう気持ちですよ。はい。まあ、そんな話はいいんですけど。あとあれですよ。ネットでね、いろいろショッピングできるでしょ。で、アマゾンでね、CD をさ、なんか、いい CD ねえかなと思って、いろいろ見てたらさ、あ、懐かしいなと思って、爆風スランプの、ハイランダーっていう、CD アルバムあるじゃん。あれがね、なんかすげえ聴きたくなって買ったですよ。1円だった。ね。1円で、配送料が350円。どういうショッピングだよっていうね。本体の値段が1円で、配送料が350円かかるっていう。ねえ。わけわからんでしょ。で、それ買ってね、今日届いたんですけど、やっぱ聞いたんですよ、今。ねえ。まあ、懐かしいですけど、まあ、しょうもねえな。うん。買わなきゃよかった。1円でも損したと思ったな、これな。1円だよ。本体価格。
1円なのに、損したと思ったね。うん。そう。まあ、これ、ね、耳タブとさ、12曲入りなんですけど、1曲目耳タブって曲、で2曲目ハイランダーとかいろいろ入ってるんですけど、1曲目と2曲目のこの耳タブと目ん玉っていうね、曲地獄ですから、ね。うん。これは地獄ですよ。もしね、持ってる人、聞いてください。耳タブと目ん玉地獄ですから。うん。他の曲はでもいいんですよ、これ。うん。ハイランダーとか好きですよ。うん。あとね、そうだ。最近あれが出たんですよ。アプリ、ゲーム。ザコシューっていうね、シューティングゲームが出たんですよ。で、それがね、ねえ、なかなか評判が良くて。ねえ、ライブとか仕事で行くじゃないですか。で、楽屋とかでパッて見ると、全員やってたりするの、芸人が。ザコシューを。そのぐらいね、芸人の、界隈ではすげえ評判いいんですけど、一般的にはどうなんだろうなっていう話ですよね。一般的なザコシューってどうなんだろうね。このあれですよ、ちょっとね、曲をね、曲というかさ、ゲームの音をちょっと聞かせてやろうか。あ、まだ持ってない人、ただだからね、ぜひダウンロードしてほしいんですけど、ねコレクションがあって、ガチャガチャね、やると、ゲームの中でコインが出るんですよ。で、コインを集めて、ガチャガチャができるんですよね。それをやると、自分のザコシが増えるんですよ。いいザコシになったり。で、曲もね、どっかで使われた曲とかも、いつでも聴けるようなコレクションがあるんですよね。で、ステージの、この音っちゅう音全部俺が作ってるんですよ。俺の声なんですよね。ステージの BGM とかが、例えば、2面はこれなんですね。ほとんどね、クラシックなんですよ。全部のステージの曲が。そう。ね。これをね、聞くと、ゲーム中これが流れてくるんですよ。病みつきになるよ。うん。うーん、こうしたくなった道で。っていうね。そう。こういうね、アプリ出したんですよ。で、これをね、皆さん、ただでできるんでね。Android もできます。Android もできるし、iPhone もできますし、ね。これ、一切お金かかんないです。無料なんでね。ダウンロードできるところで、カタカナでザコシューって言って検索したら出てきますんでね。それをね、ぜひダウンロードしていただきまして、で、遊んでください。シューティングゲーム。まあ、難しいっちゃ難しいですけどね。でも最初のうちは難しいですけど、いいザコシを出すと、簡単になってくるからね。それをちょっと、やっていただきたい。はい。これはいいですよ。うん。そんなもんかな。あと、この間の日曜チャップリンのネタバカ滑ったな。うん。昨日オンエアだったけど。見てね、見れなかった。超滑ったから。まあ、いいでしょう。ね、そんな時もありますわ。うん。というわけでね、そんなこんなんでいろいろやってますんでね、ゴキブリ男の、レコードも出たんでね、そっちの方もぜひ買ってください。はい。というわけでね、カラーバートークでございました。ありがとうございました。はっ